発飛行から40年以上も経過した軽量戦闘機 F-16 ファイティングファルコンは常にアップグレードを続け、延べ生産数が5000機以上に達するなど、今でも最新型の機体が量産されている超ベストセラーの戦闘機です。現在、戦闘機の新規生産のシェアは、第5世代機の F-35 ライトニング2の一人勝ち、と言える状況ですが、第4世代機の中で唯一、F-16 は新規生産を増やしています。F-16 は、マルチロール機としての性能の高さやコストパフォーマンスに優れたため、現在でも最新型の F-16V と呼ばれるタイプが台湾などに輸出されています。また、これまでに多くの試作機が製造され、実験機としても活躍し、さらには敵国の戦闘機のカラーリングを施され、アグレッサー部隊でも使用されるなど、様々なタイプの機種が存在します。今回は、そんな F-16 ファイティングファルコンの概要と、これまでに存在したユニークかつイケてる F-16 の派生型を紹介していきましょう。まず最初に、オリジナルの F-16 は、高価だった F-15 を補完するハイローミックス戦略により、低コストな軽量戦闘機として開発されました。F-16 は、段階的にアップグレードを続けた結果、他国への輸出型を含めて多くのバージョン、ブロック、が存在し、初期バージョンと最新バージョンでは、天と地ほどの性能差があります。当初は空対空戦闘がメインで、昼間専用の戦闘機として開発されましたが、その後のアップグレードにより、アビオニクスの更新、誘導兵器による対地、対艦攻撃能力なども獲得し、後期型の F-16 は、第 4.5 世代に相当するマルチロール戦闘機として認識されています。また、本機はステルス機ではないものの、ノーズコーンや、エンジン排気口にステルス性を持たせた試作機も開発されており、エアインテーク、空気取り込み口については、DSI、ダイバータレス超音速インレットと呼ばれる形状を採用した機体もあります。DSI は、機体とエアインテークの境界をなくすためにエアインテーク前に膨らみをつけ、それによってエンジンのファンブレードを隠し、エアインテーク内への電波の侵入、反射を抑制、機体正面からのレーダー反射断面積を減少させるというものです。F-16 本来のマルチロール性能に加え、仮にある程度のステルス性も備えるとなると、第5世代のステルス機を買えない中小国にとっては、かなり魅力的な戦闘機になるかもしれません。それでは続いて、これまでに存在したユニークかつイケてる F-16 の派生型を見てみましょう。FA-16 は、F-16 に強力な機関砲を搭載し、あの有名な近接航空支援攻撃機、A-10 サンダーボルト2を代替する目的で計画された機体です。そもそも A-10 は、航空支援に必要な低速度での運動性や、空中待機性が評価され、最終的に700機以上が生産されたものの、1980年代末になると、夜間運用能力の不足や、遅い速度、事前の制空権確保の必要性など、元より承知で割り切ったはずの性能不足が問題になり、同時期に開発された F-16 が、低空低速での運動性も高く、近接航空支援もこなせる機体であったため、A-10 は F-16 に置き換えられ消える運命でした。結果的には A-10 が湾岸戦争で大活躍したことからその方針は撤回されましたが、このような A-10 と同様の活躍を期待して、その当時に試作されたのが FA-16 です。FA-16 の特徴は、A-10 と同様のガトリング砲、GAU-8 アベンジャー、を搭載している点です。GAU-8 アベンジャーは、航空機に固定装備される機銃の中では、最も大きく強力な部類の機関砲で、搭載弾数は約1200発、7砲身のガトリング砲から毎分3900発の劣化ウラン弾を発射可能で、一部の戦車や装甲車などの装甲を貫くほどの威力を持っています。また、射撃精度も高く、射程 1.2 キロで、約12メートルの円内の命中率が、80% となっています。
この強力なガトリング砲に、軽量化と意図的なスペックダウンを施したガンポットを、F-16 の機体下部に搭載したものが FA-16 と呼ばれる機体となりましたが、発射時の反動を軽減する対策をしたにもかかわらず、反動の補正が十分に行えず、大きなブレが生じ、その結果、発射された弾丸は大きく散らばってしまい、期待した射撃精度が得られなかったことから、FA-16 計画はおじゃんになりました。戦車の装甲をもぶち抜く機関砲を航空機に搭載するには、ガンポットによる後付けでは到底無理、ということなんでしょうね。米空軍で飛行共同を担う第64アグレッサー飛行隊では、敵機役としてユニークなカラーリングの F-16 ファイティングファルコンを運用しています。こちらは近年お披露目された最新のカラーリングで、立体ピクセル迷彩が特徴でゴーストと呼ばれますが、どこの国のどの戦闘機を模しているかお分かりになるでしょうか。しばしシンキングタイム。シンキングタイム終了。正解は、ロシアの最新ステルス戦闘機、スホーイ57です。主的にはスホーイ57というよりも、色合いが F2 っぽく見えちゃいますね。この他にも、冷戦時代の影響を色濃く受けて、ロシアのスホーイ27を模した F16 や F15 も多く存在し、そのカラーリングも豊富で、敵役になりきっています。また、今回の F16 のテーマからは脱線しますが、近年のステルス機の普及によって、米空軍では F-35 によるアグレッサー部隊を編成中で、中国の J-20 を模した黒塗りの F-35A のデザインが公開されるなど、アグレッサー飛行隊の機体を見ることで、どの国を意識しているかを伺い知ることもできます。F-16XL は、翼の形状をデルタ翼に変更した技術実証機で、当初は空力特性の検証が目的でした。しかし、その当時の空軍では、F-111 戦闘爆撃機の後継機となる、強化型戦術戦闘機の導入を検討しており、戦闘機の護衛やその他の支援を必要とせずに、単独で敵地深くに侵入し、阻止攻撃を行える航空機を求めていました。そこで空軍の目に留まったのが F-16XL です。F-16XL の主翼形状であるデルタ翼は、加速性、高速域での運動性に優れた特性を持ち、一般には高亜音速から超音速飛行に向く形状で、オリジナルの F-16 の翼に比べて翼面積も 1.2 倍となり、大きな揚力を得ることを可能としました。また、胴体に接合セクションを追加することで、約1メートル胴体が延長され、低空での安定性が増しています。これらの変更により、拡大された翼には27個ものハードポイントが設置可能で、兵器搭載量は2倍。また、燃料タンクも大きくなり、航続距離も 1.5 倍になるなど、敵地への攻撃を想定した戦術戦闘機としての能力を持ち合わせることとなりました。しかし、数年にわたる評価試験の結果、強化型戦術戦闘機の座は、F-15E ストライクイーグルに奪われることになります。F-15E は、エンジンが双発で高単性が高く、F-16XL 以上の兵器搭載量を誇ること。また、基本的には単座の F-15 から複座型に変更した機体なので、既存の生産ラインが使用できるのに対して、F-16XL は翼の形状変更や胴体の延長など、大規模な変更を行ったため、量産するには多くのコストが必要となることがデメリットとなってしまいました。ということで本機は試作機として2機しか生産されませんでしたが、その後は NASA にて実験機として使用されたため、アメリカの航空技術の発展に、かなり貢献した機体だと言えます。F-16AFTI は、前述の F-16XL よりもさらに実験機の意味合いが強い機体で、先進戦闘機技術統合の実証機として、自動化機動攻撃システムの研究が行われました。
具体的にはパイロットの音声による兵器選択や、今では当たり前になりつつある、HMD、ヘルメットマウントディスプレイ、による攻撃照準などの試験をしていたようです。F-16AFTI は、これらのシステムを実現するための電子機器を機体背部に搭載しており、背骨のような膨らみが特徴です。また、自動操縦や飛行性能の検証のために、エアインテーク、空気取り入れ口、の下に、カナード翼、小翼、が増設されるなど、米軍機としては珍しい形の航空機となりました。さて、今回紹介した F-16 はごくごく一部であり、実際にはもっと多くの派生型や試作機が存在します。まあそれだけ F-16 が優秀だった、ということを物語っているわけで、だからこそ今でも新造機の生産が続いているのでしょうね。それではこれで、F-16 ファイティングファルコンの解説は終了です。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。